こんにちは、フレンチブルドッグココの飼い主です。ちょっと前にですね、これココのハーネスなんですけれども、このお腹の部分が擦れちゃって、お腹にちょっとハーネスハゲができましたみたいな動画をアップしたんですね。この部分ですね、ここが擦れちゃってたので、じゃあ擦れないようにちょっとでも改善しようということで当て布をしたんです。この黒いやつ、作った当て布なんですね。ちょっとふわふわしてるんですけれども、これ実際使ってみてですね、理想はね、この赤いやつもともとついてるふわふわなんですけど、これみたいに真ん中この両サイドがふわふわになってほしいわけですよ。なんですけど、これ使ってるうちにですね、こう真ん中にふわふわが来てます。これがだんだんこう安定性が悪くって、歩いてるうちにこうずれてくるみたいなんですよ。わかります？なんかこの黒いふわふわが真ん中に来てない、後ろに来ちゃってて、結局この前の部分でお腹擦れちゃうみたいなんですよね。本当はこの状態がいいんです。擦れてるところがね、両サイド当たらないみたいな状態にしたいんですけど、まあなのでちょっと改良の余地があるかなということで、また改良します。それでその動画でですね、皆さんに本当たくさんのコメントをいただきまして、いつもありがとうございます。それでこうしたらいいんじゃない、あしたらどうかなみたいなね、ありがたいコメントもたくさんいただきまして、その中の一つでちょっとこれやってみたいなっていうのがあったんですけど、こういったテロテロの素材、スカーフみたいなテロテロの素材を擦れるところに当てたらマシになりましたっていう報告をいただいたので、それやりたいなと思ったんですよ。でこれ私の髪飾りなんですけども、全然使ってない、これスカーフの素材で作ったんですけど、まあ、ちょっとこれほどいてね、これを当てようかなと思います。はい、これ前回作った当て布なんですけど、これ靴下なんです。もともと靴下をちょっと折りたたんでふわふわ感を出してるんですけど、この四つ端しか留めてないんですね。それで使ってみて分かったんですけど、その四つ端しか留めてへんから、なんか中身でこう靴下こう折ってる部分、折りたたんでる部分がゴロゴロするみたいなんですよ。こう中身わかります？この中が固定されてないから。だからこれね、ちょっとゴロゴロせんように、ちょっとここに、まあ、2本筋ぐらいちょっと縫い目つけて、まあ、ゴロゴロをとりあえず塞いでみようかなと思います。これでだいぶゴロゴロは、あれちょっと待って、あ、下糸、あら、あ、上糸が切れとる。なんてこったい、しょうがない。この糸ね、めっちゃ古い糸なんですよね。実家にあったやつ、実家にあって何年前の糸なのかな。だからちょっと古い糸なんで、結構こう不調が出たり中で絡んだりとかすることもあるんですけど、っていうのもこれうちのおばあちゃんが毛糸屋さんをやってて、その時に糸も販売してて、その余った商品なんですよ。なので家には糸とか毛糸とかがわんさかあるんですけど、それがもう何十年も前の糸やから、古いのよこれ。ちょっとここで小話を、痛い話が嫌いな人はちょっと飛ばしてください。実は私ですね、小学生の時に家庭科の授業でミシンを縫ってたんですけど、ミシンしてて指を縫ったことがあります。傷跡はもうないかな。なんか喋ってたんですよね、友達と喋ってて、なんか気づいたらミシンが発動しちゃって縫いました。痛くなかったんですよ。多分痛すぎたら痛くないってやつですね。もう流血でクラス中うわーみたいになって、先生真っ青になっちゃったんですけど、私必死で痛くないから、どうしよう、みんな怖がってるからなんとかしなきゃと思って、必死に笑顔を作って、全然痛くないから大丈夫、保健室行ってきますみたいなこと言ったら、なんかその笑顔が逆に怖かったよって後で友達に言われました。ミシンを使うときは皆さん気をつけてくださいね。ちょっと見にくいんですけど、ちょっとね、2本こう縫い目をつけました。これで中身が、靴下の中身がゴロゴロすることはないと思います。じゃあこれに今度はね、スカーフの生地を当ててツルツルさせていこうかなと思います。こうしてこの端っこから、あ、いいんじゃないね、
うん、汚れすごい目立ちそうだけど、その適当に切った端っこ、これを内側に折り込んで、糸が、うん、どうせ使った第1日目から真っ黒になるのは分かっているので、もう待ち針を使って丁寧になんてしません。あら、濡れてないんだけど。さっき失敗したとこ、こんな感じになりました。大丈夫、どうせ汚れるから。中もゴロゴロしないし、よし、これをじゃあ当てていきたいですね。今気づいたんですけど、こっちはあのふわふわ丸っこくなってるからいいんですけど、こっち側、ここが擦れたらあんまし意味ないですよね、いくらテロテロでも。これほら、よいしょよいしょよいしょってしたら、ほら、この端っこの部分が内側に来ましたから、端っこはまん丸になってると。だこの状態で固定すればいいな。ただでやろうって言ってんだから臨機応変にやっていかないと。はい、できました。こんな粗い塗り方ですけど、まあおかげで端っこはね、こう丸くふわふわしてます。じゃこれを開ければいいわけやな。これがお腹側に来たらいいじゃん。完成です。どうかな、どうですかね。もう非常にダッサ、めっちゃ汚いんですけど、まあちょっといいや、まあ、これどうせ汚れてあの付け替えることにいずれなりますので、その時またちょっとね、汚れも粗い縫い方も目立ちにくい黒いなんかで、うん、黒いテロテロ素材を買っときたいなと思いますけど、よいしょ、まあこうなるわけだ、こうなるわけだ。これでどうなるかですね、ちょっとここのお腹が。じゃこれであかんかったらちょっとまた別の方法を考えるかもしれませんけど、これでうまくいったらまたちょっとどうせこれ汚れて付け替えることになるんで、その時はもうちょっと丁寧に縫います。はい、ちなみに今のお腹の状態こんな感じです。パパはね、ちょっとマシになったんちゃうって言うんですけど、私は全然そうは思わない。ちょっとまあこんな感じです。はい、おやすみココちゃん。あ、来た。ピントブレブレのまま失礼します。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画を楽しんでくれたら、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ここね、普段住宅街とかではグイグイしないんですけど、公園で走るときにロングリードにしててもやっぱどうしても私が追いつけなくて引っ張ったり、お友達に会うときはね、まあグイグイしちゃうんで、今後も試行錯誤は続きそうです。じゃあまた。